打撃天使ルリは、山本康人による日本の漫画作品。週刊にアングジャンプにて1998年43号から2000年45号まで、月一で連載された。また、テレビ朝日系列で2008年7月25日から9月5日まで、連続ドラマとして金曜ナイトドラマ枠で放送された。それに伴い漫画連載の新シリーズが開始され、第1話は、 同年の週刊ヤングジャンプ34号に掲載され、第2話以降は月刊ヤングジャンプで2009年2月号まで連載された。全4巻。普段はどこにでもいるような女子高生、ルリしかし彼女は打撃人類という特殊な人間であった。何の罪もない人々が身勝手で残虐な犯罪者の犠牲となる理不尽な世の中、彼女の怒りが、 頂点に達した時、自らの拳のみを武器として悪に立ち向かう。人間の心から止めどなく生まれる悪とは何か。法律だけが人の罪を裁き、人を救えるのか。だが理不尽な暴力を、目の前に、自身も、また打撃という暴力で悪を封じることで、法治国家においては、ルリも犯罪者となってしまう。一体、正義とは何なのか 打撃人類としての宿命に苦悩し、葛藤を抱えながらも、苦しむ人々を救い、戦う瑠璃の姿が描かれた格闘アクション漫画である。また世界観を含む一部設定は、山本康人の漫画、打撃マンを継承しており、今作の主人公である瑠璃もそちらで登場している。ここでは、漫画版に基づいて説明する。2008年7月25日から9月5日まで、 テレビ朝日系列の金曜ナイトドラマ枠で放送されたサスペンスアクションドラマ。金曜ナイトドラマ枠では4作目の菊川玲、主演作品である。人物の名前はそのままだが、設定がほとんど異なるオリジナルストーリーで構成され、それに伴いオリジナルキャラクターも多数登場している。詳しくは下記を参照。キャッチコピーは許せない奴が多すぎる。 この正義が罪だとしても、全8話予定だったが、全7話に短縮されている。話数表記は劇単位。ここではドラマ版に基づいて説明する。第1劇、第2劇、第3劇、第4劇、第5劇、第6劇最終劇遅れネット曲ネット曲については、詳細項目を参照。ここでは突起事項を記す。ありがとうございます。